ちくは、海上自衛隊の護衛艦、阿武熊型護衛艦の五番艦。艦名は、千く川の古名である千くに由来し、この名を持つ日本の艦艇としては、旧海軍の千く型防護寿命艦、千く利根型重寿命艦、千くに続き3代目にあたる。千くは、 中期防衛力整備計画に基づく平成元年度計画1900トン型オツ型護衛艦1233号艦として、日立造船舞鶴工場で1991年2月14日に寄港され、1992年1月22日に浸水、同年10月16日に講使開始、1993年2月24日に収益し、舞鶴地方隊、 第31護衛隊に編入された。1993年10月29日から11月3日に、舞鶴に寄港したオーストラリア海軍駆逐艦、パース、フリゲート、キャンベラのホストシップとして、護衛艦、アブクマと共に交換する。2000年6月13日、練習艦となった、秋雲に代わり、大港地方隊、第25護衛隊に編入。 低傾向が舞鶴から大港に転籍。2008年3月26日、自衛艦隊の大改編により、第25護衛隊が第15護衛隊に解消され、護衛艦隊霊下に編成がえ、2011年3月11日に発生した、東北地方太平洋沖地震による東日本大震災に対し、災害派遣される。 2012年5月11日から5月15日、函館港に寄港したフランス海軍情報収集官、デューピュイド・ロームと交換する。2018年11月22日15時40分頃、沖縄県久米島の約130キロ沖で、甲板上で高性能20ミリ機関砲の弾数を確認していたところ、流入した波の影響で、実弾21発が海中に落下した。 ありがとうございます。